ドイタツは大正時代から昭和時代にかけて活躍した日本のカトリック教会司教。洗礼名はペトロ。カトリック東京大司教区の初代日本人、広塚佐教となり、日本人で初めて数機教に任せられた。宮城県仙台市出身。1902年4月21日に洗礼を受ける。仙台第一中学第二高等学校卒業後、 ローマのウルバノ大学に留学し、進学、哲学の学位を得て帰国。1921年5月1日に、司祭除会、宮城県、岩手県の教会にて、死牧活動の後、在京ローマ教皇施設秘書を務めていた。パリ外国宣教会によって死牧されていた、東京大司教区が1937年に、法人教区として独立したとき、初代法人大司教として、 東京教区長に任命され、1938年2月13日に、ジャン・アレキシス・シャンボン大司教の手により、司教除回を受けた。その後、日本天主公教団の代表者として、第二次世界大戦下の国内のカトリック教会を、まとめ、迫害から守ることに力を尽くした。前任者であるシャンボン大司教の時に起こった上智大学事件なども、きっかけとなり、戦前、 戦時中の教会は、キリスト教への無理解から発生する、邪教、売国奴、スパイなどとの批判にさらされ、外国人宣教師から、日本人聖職者、信徒に至るまで、スパイ容疑などで検挙、拘束、監視を受けることも多発した厳しい時代であった。そのような戦時中の時局から、もし我々が殉教したら、残された信徒の群れを守る者がいなくなる。明治以来、 宣教師、神父が言葉に尽くせぬ苦労を重ねて気づいてきた、宣教の結果も無に帰するだろう。しかし、次の三つを否定せよと要求されたら、真っ先に殉教するつもりだ。君たちも覚悟していてください。一つ、神の存在。二つ、三位一体。三つ、イエズス・キリストが神の御子であること。いいですか、よく覚えていてください。と聖職者に語っている。 その一方で、日本天守公教団の代表者として1940年9月に長崎教区で大麻法裁の徹底の決議に関わっている。戦後、1960年3月28日に教皇ヨハネ23世によって日本人初の数奇教に信任された。1967年には日本カトリック司教協議会会長に選出された。 1970年2月21日に77歳で亡くなり東京カテドラル聖マリア大聖堂に葬られた。学校の軍事教練のため配属された将校が課外授業は学長の許可を要するという規則を破り学生を靖国神社に参拝させたことから発生。カトリック信者の学生が拝礼拒否をしたため将校は奮撃し翌日の新聞が 参拝拒否、軍部激怒などと報道した。しかし当時の文部省は軍に批判的で、上治大、丹波幹事と陸将との面談で、事態収集。仙台市行動総会、朝僚幕下村駅よ、昭和戦中期の暦、暦と大麻の反復強制と、若津歴数の急進高崎経済大学論集第62巻第1号、2019年6月。 74から104ページ、一瞬0496から7534、ネ度1200億671万3349。ありがとうございます。